去年12月、東京都の墨田区でスポゴミ甲子園2022全国大会が開かれました。スポゴミとは3人1組でチームを組み、制限時間内に決められたエリアでゴミを拾い、その質と量を競い合うというもの。大会には全国から35チームが参加。山形県からは地方大会スポゴミ甲子園で優勝した青山高校の1年生チームが出場しました。青山高校はポイントが加算されるオリジナルアイテム、キャスター付きのゴミ箱を制作し競技に臨みましたが、順位は22位と悔しい結果となりました。ゴミが木の間とかに結構あって、いつも見ないところにあったので、新しい発見になりました。今年1月には青山高校のチームが佐藤孝弘山形市長を表敬し、その成果を報告。スポゴミを知らなかったという佐藤市長、その新しいスポーツに感心していました。そうした環境の向上と、またそれについての学びと、またスポーツの楽しさと、本当に合わさった本当に面白い、またいいものが、競技があるんだなと、こういうふうに認識した次第であります。チームはまだ1年生。佐藤市長から全国優勝を激励されると、皆来年度の大会に向け決意を新たにしていました。キャリアケースみたいなアイテムが少し重かったので、次はもっと軽くて環境にいいアイテムを作れるようにしたいです。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。